ではただいまから下鶴市長の定例記者会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。今月から幹事社になりました MBC の小川です。よろしくお願いします。まずはじめに下鶴市長から発表事項について説明をお願いします。はい、皆さんおはようございます。本日が今年最後の定例記者会見となります。今年は長引く新型コロナの影響に加え、世界的な物価高騰の波も及ぶ中、市民の命、暮らし、仕事を守ることを最優先かつ最重要の課題として、市民生活や事業活動への支援などに全力で取り組んでまいりました。市民や事業者の皆様には、ご家庭や職場、学校などでの感染対策をはじめ、医療提供体制の確保など各面から多大なるご協力をいただきましたことに対して心から感謝申し上げます。また今年は本市の第6次総合計画がスタートし、新たな時代に向けた第一歩を踏み出した一年でもありました。人口減少や少子高齢化の進行など直面するさまざまな課題を乗り越え、将来にわたり持続可能な街を築き上げていくため、今後も市民や事業者の皆さんと一緒になって各施策のさらなる推進を図ってまいります。この1年、本市の取り組みを広く報道してくださった市政記者の皆様方のお力添えに深く感謝申し上げます。大変お世話になりました。本日は7項目について発表いたしますが、はじめに火山防災体制のさらなる強化に向けた取り組みについてご説明いたします。まず気象庁が昨日14時をもって配信を終了した噴火に関する特別警報の緊急速報メールについてです。気象庁が桜島の噴火に関する特別警報を発表した場合には、今後は本市が緊急速報メールで全地域の皆さんにお知らせいたします。なお、本市が気象庁に要望してきた同メールへの噴火の規模及び警戒範囲などの記載については、気象庁からの元データの変更が必要となることから、今後も引き続き協議をしてまいります。次に第53回桜島火山爆発総合防災訓練についてです。11月に実施した住民避難訓練に引き続き、避難所体験・展示訓練を関係地区住民や防災関係機関の皆さんとともに、1月7日に高等中学校で開催します。訓練の詳細につきましては、本日午後に担当課から説明を行います。次に、新型コロナ対策についてご説明いたします。県内においても、新規感染者数が急激に増加している中、忘年会、新年会、帰省、同窓会など、人の移動や集まりが増える年末年始を迎えます。例年、年末年始の後に感染者の増加が見られることから、市民の皆さんにおかれては、引き続き家庭へのウイルスの持ち込みを防ぎ、自分と大切な家族、大切な人を守るためにも、感染対策の徹底をお願いいたします。具体的には、年末年始に帰省する場合、帰省前及び帰省先から戻った際は、無料 PCR 検査などを受けていただくこと、また寒い冬でも定期的に換気を行うことをお願いいたします。特に高齢者と会う予定がある方は、感染対策の徹底をお願いいたします。飲食の場面では、第三者認証店の利用や、お店の感染対策に協力していただき、体調が悪いときは、絶対に会食に参加しないようお願いいたします。次のページをご覧ください。新型コロナと季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来が逼迫する可能性があるため、ご家庭においても事前の備えをお願いいたします。まずは発熱などの体調不良時に備えて、検査キットや解熱鎮痛剤、食料品等の購入準備をお願いいたします。検査キット等で陽性になった場合、要件に該当する方は、鹿児島県陽性判定サイトで陽性を確定することができます。対象者で希望する方は、新型コロナワクチンと合わせて、
インフルエンザワクチンの早期接種をお願いいたします。次に新型コロナワクチンについてです。本市におけるオミクロン株対応ワクチン接種率は 32.9% で全国とほぼ同じ水準で推移しています。現時点では国による特例臨時接種は来年3月31日までとされており、本市では希望するすべての対象者が接種できるよう体制を整えております。過去2年間年末年始の後に感染が流行していることを踏まえ、早めの接種の検討をお願いいたします。次に保育所等の利用待機児童の解消に向けた取り組みについてご説明いたします。利用定員拡大促進補助事業では、保育の受け皿の不足が見込まれる11の区域である認可保育所等の改修経費などに補助を行い、2号3号定員の増員を促進します。また保育士保育所支援センターにおいてコーディネーターを増員し、潜在保育士の再就職支援を強化するほか、新たに臨床心理士等による相談体制を整備し、保育士等の悩み解消や職場定着などより働きやすい環境づくりをサポートします。今後も引き続き保育所等の利用待機児童解消に向けて保育の受け皿や保育人材の確保に取り組んでまいります。次に桜島地域の小中学校を統合して新設する本市初となる義務教育学校の校名を全国から広く募集します。明日12月28日から新しい学校の校名をその理由と合わせて応募用紙やインターネットで受け付けます。応募いただいた校名は令和5年度末までに決定することとしております。どなたでも応募いただけますので、多くの方から親しまれる校名をお待ちしております。次に鹿児島の冬を盛り上げるマグマシティプロモーションについてご説明いたします。まずメイン企画として2年ぶりにマグマ焼き芋電車を運行します。来年2月9日から週末に計7日間確実4便ご覧の通り運行することとしております。現在参加者を募集中です。運行に先立ちツイッターを利用したキャンペーンを1月5日から実施します。マグマ焼き芋電車への無料招待もありますので、ぜひ多くの方にリツイートしていただき、本市の魅力ワクワク感を市内外に拡散していただきたいと思います。また今回は民間事業者とのコラボ列車により新たな魅力を創出するマグマ焼酎電車とマグマスイーツ電車を運行します。詳細は今後段階的にリリースしてまいりますので、ご期待いただきたいと思います。次に首都圏でのマグマシティプロモーションについてご説明いたします。まず鹿児島ファンの拡大ネットワーク化を図るため、鹿児島ラバーズ横丁を来年2月5日に渋谷区の東京カルチャーセンターで開催します。当日は本市出身の経営者等をゲストにお迎えし、私も登壇してトークセッションを行います。このほかゲストと参加者が焼酎を片手に直接交流できる横丁トークや火山灰アートのライブパフォーマンスなどを実施します。私も専用ブースを設けて鹿児島ならではのぬくもりのあるひとときをお楽しみいただけるようおもてなしする予定です。次のページをご覧ください。鹿児島の食を味わうマグマシティフェア in 赤坂についてです。千代田区の赤坂エクセルホテル東急で開催されているグルバンドビュッフェ鹿児島に合わせて1月20日に1日限定のフェアを実施します。店内をマグマシティグッズ等で本市一色に装飾し、旬の桜島大根の展示や特産品の販売抽選会を行います。当日は私自身も直接来場された方に本市の魅力をお伝えしたいと考えております。最後に稼ぐ観光の実現に向け新たに制作した観光 PR 動画についてご説明いたします。待ってるし鹿児島市に続く2年ぶりの新作で、
維新男子シリーズとしては第3弾となります。鹿児島市のリアルの魅力を観光でリアルに満喫をテーマに、果実男子新体操部の皆さんがキレのある演技やコミカルな演出で本市の多彩な魅力を市民の皆さんと一緒に PR します。それではただいまから60秒バージョンの動画をご覧いただきます。この後11時から市ホームページや YouTube などでフルバージョンも含めて公開します。今後 SNS 広告を中心に県内外へ積極的なプロモーションを行い、多くの誘客へとつなげてまいります。本日は以上でございます。報道のご協力をよろしくお願いいたします。はい、ただいま下鶴市長より発表がありました事項について質問がありましたらお願いします。質問される方は前方のマイクへ移動してお願いします。なお市政一般その他の事項は後ほどお願いします。まずそしたらちょっと幹事社から一つ質問させてください。冒頭にあった緊急速報メールについてなんですけれども、引き続きその、最初の元データの変更について気象庁に、求めるように協議を続けていくということなんですけれども、現状もともとやっぱりその最初 の気象庁からの発表の中で噴火 の規模とかそういったものの内容を盛り込むよう、従来から要望したと思うんですが、26日から運用がですね変わって、これは 今現状のですね市のやり方というのは暫定的なやり方というような位置づけなんでしょうか。はい、今触れていただいたように噴火の規模そして警戒範囲についてそのメールの中で明記をしていただくよう従来より気象庁の方にも要望を申し上げてきたところです。現在この空白期間をなくすための対応として気象庁から来たデータをそのまま自動転送するというやり方で速報性を重視するやり方で現在、市独自の取り組みとして取り組みを始めたところです。今後どういった形で噴火警戒範囲の記載そして規模の記載ができるかというのは気象庁との協議も含めて今後検討を進めていきたいと思っています。で具体的にはこの気象庁から来るデータに乗ってくるのが一番理想的ではあるんですが、もう一つのやり方としては、今の元データに対して手動で加えて配信するという方法もあるんですけれども、こちらの場合当然手動というワンクッションを挟むのでどうしても一定の時間を要してしまう、こういった課題がありますので、どうすれば乗り越えられるかといったところも含めて今後検討を進めていきたいというふうに考えております。現状気象庁としてはその変更は技術的に可能であるとか、どういう感触というかそういう、市としては聞いているんでしょうか。今のところその防災担当関係機関に来る警報についてはその付記がなされたところでありますけども、メールへの、メールデータへの復帰については、現在進捗はない状況でありますので引き続き協議を進めていきたいというふうに考えております。すみません、あと1点ですね、待機児童解消に向けて、新たな取り組みというものが示されたと思うんですが、来年にその大幅に減少させてですね、2年後にそのゼロにするという目標の明言されてましたけれども、現状としては減ってきているというか、どういった状況かというのを認識をお願いします。年度途中の待機児童の状況については担当課の方から説明してください。
会員登録公表につきましては年度初めの4月1日という形で全国現在統一されておりますので、ちょっとその後の数字というものについては特に用意はしてないところでございます。それで申し上げれば、この毎年4月1日現在での待機児童が公表され、そして全国の比較もなされるわけであります。で、毎年4月1日ということは、その毎1年間の取り組みの結果といいますか、成果が現れるものでありまして、現在本市としましては、本年度、令和4年度の当初予算、そして加えて9月補正、12月補正などの取り組みを進めているところでありまして、それらの結果が出るのが、令和5年4月1日現在の数字として出てくるものだというふうに考えています。ありがとうございます。各社さんお願いします。すみません、 KYT の中西と申します。よろしくお願いいたします。今回公開になりました維新男子についてなんですけれども、今回もこの果実の新体操部が選ばれた理由、それからこの動画を通して改めましてどのような PR をしていきたいかというのをお聞かせください。はい、果実の新体操部の方々に引き続きご出演いただいた理由としましては、これまでご出演いただいた動画が非常に好評であるということ、その続編としてさらに、今までのプロモーションを進化させる形でやっていきたいということが一つ、そしてもう一つはやはり全国大会でも好成績を収めていらっしゃいますので、そういった本格的ななおかつコミカルな演技を、鹿児島市の PR に役立てていただきたいという思いからです。そして今回の PR 動画に込めた思いとしましては、やはり鹿児島市のいろんな多彩な魅力をぜひ、若い方々を中心に拡散していただくことでリアルに見に来てほしい、こういったところを躍動感ともに伝えたいと、そういった思いで今回の政策起用につながったものです。ありがとうございました。はい、マイクを上げていただきます。すみません、南日本支部の塩野です。よろしくお願いします。はい、私からも緊急速報メールに関して、先ほどと若干被るところがあるんですけれども、26日に、結構間に合わせるためというか空白期間を作らないために、こういった今回の措置になったという部分があると思うんですけれども、今後の対応についてというのは何か具体的に、検討のスケジュールとかですね、考えているところはあるんでしょうか。まずは今回の対応についてしっかりと運用していくことが大事だと思っています。合わせて先ほど発表しました今度の訓練におきましても、このレベル5に上がったことを想定した訓練を行いますので、その際の、メールの発信までの手順の確認を行いたいと思っております。いずれにしましてもしばらくの間はこの本市独自で市民の方々にお届けするこの緊急速報メールの運用を安定的に行っていく、このことが最優先になりますので、まずはそこに注力をしたいと思っております。その上でさまざまな改善につきましては、特に国への要望につきましては、この本市単独の要望に加えて、この桜島火山周辺もですが、全国160以上の市町村で構成しております全国の市町村ネットワーク、こちらでの要望も重要でありますことから、でこのネットワークで要望するということは、このネットワークでの、総意を取りまとめる必要がありますので、まずは実際にこの、このネットワークにもさまざまな市町村の規模もございますので、そこでの協議をまずは進めていきたいというふうに考えております。あとすみません、もう一点だけ、そのネットワークの方で、最終的には協議されるということかもしれないんですけれども、先ほどその気象庁との、協議も含めて検討していきたいというふうにおっしゃってたんですが、多分今鹿児島地方気象台さんを通して基本的には情報のやり取りっていうのをされているかと思うんですけれども、これは気象庁の本庁との直接のやり取りというところも含めて検討するということでよろしかったんでしょうか。そうですね、当然ネットワークが要望する先は気象庁の本庁でありますので、本庁とのやり取りも含めて検討していくということです。はい、わかりました。ありがとうございます。
何度もすみません、KYT の中西です。待機児童の解消に向けた対策の一つに、今回この保育所支援センターの拡充というところでコーディネーターの増員もありますけれども、先日市長と保育士の皆さんとの意見交換会もありました。その中でもやはりこの働きやすい環境づくりをするのが一番大切だというふうに市長もおっしゃっていました。まずはこの支援センターのこの拡充に対する思い、それから現場の保育士の皆さんからもやはり配置基準の問題だとか、そのあたりの意見もあったと思うんですけれども、どのように受け止められているかというのを改めて教えていただけますでしょうか。はい、先般実際に現場で働いていらっしゃる保育士の方々との意見交換を行いました。やはりその意見交換を通じても改めて実感することが、保育士の方々が働きやすい環境づくり、裏を返せば鹿児島市の保育所等を選んでもらうための環境づくりが非常に重要であるというふうに改めて実感をしたところです。その中で保育士保育所支援センターにおいてコーディネーター等を増員した狙いとしては、やはりその意見交換の中でも出たのが、クレーム対応等で疲弊をしているという、現実がございました。そういった時に臨床心理士などを通じてカウンセリングを行ったり、そういったところも取り組んでいきたいなというふうに考えているところでございます。で、その上で配置基準につきましては、他都市の状況も参考にしながら、どこに手を打てば大体どれぐらいかかるのか、そういったところの試算からかなというふうに思っております。いずれにしましても非常に財源を必要とする取り組みでありますので、まずは他都市の状況を研究してまいりたいというふうに考えております。ありがとうございました。はい、それでは他になければ次に市政一般その他の事項に関して質問がありましたらお願いします。まず幹事社から質問させてください。サッカー のスタジアム構想についてなんですけれども、先日23日に県の検討委員会初めて開かれまして、市としてもですね、改めて整備に意欲を示す説明をされたと思うんですけれども、その中で委員長もですね、最後に取材におっしゃってたんですが、県のグランドデザインとの整合性が弱いという意見が多く出たと、そういった感想もあったんですが、まずこの内容について市長としてどのように受け止められていますでしょうか。はい、まず今回本校区の利活用にかかる検討委員会が立ち上がったということで歓迎をしたいというふうに思っております。と申しますのが、我々としても従前よりスポーツコンベンションセンターがどう、そしてスタジアムがどうということを超えて、やはり本校区エリアのまちづくりというのをしっかりと考えていかなければならない。さらに言えば、私としては具体的にゾーニング、そしてそのゾーニングを満たす施設は何なのか、そしてもう一つ重要なことは、それを誰がやるのかということ、ここが非常に重要だと考えているからです。と言いますのが、今、ドルフィンポート跡地もそのゾーニングの一つの対象となるわけでありますけれども、なぜドルフィンポートができ、そしてなくなったのか、この教訓を捉える必要があるだろうと思っているからであります。この本国エリア全体については、確か30年ほど前にも、県市、そして会議所さんなどが一体となって、どのエリアにどういう機能を導入したいといった絵を描いたことがあったように記憶をしております。しかしながら、例えばドルフィンポート跡地については、それこそ国際会議場、ホテルといった構想もあったように側分しておりますけれども、実現することなく、そして一定期間実現しないものだから暫定活用としてドルフィンポートを2005年から2020年に15年の定置借地で行って、そして現在更地となっているという現状があります。この教訓を踏まえるならば、やはりこの本国エリアのまちづくりを行う際には、ゾーニング、そしてどういう機能を導入するのかに加えて誰がやるのかということをしっかりと捉えた議論をしていく必要があるだろうというふうに思っております。いずれにしても、その本国エリアのまちづくりを議論のスタートラインに立ったということで、この検討委員会の設置について従前より要望をしてまいりましたし、また県の方でも設置をしていただいたことに感謝したいと思いますし、歓迎をしたいというふうに考えております。その中身についてでありますけれども、我々としてはしっかりとこのスタジアムの構想について市民のシビックプライドへの寄与、そして中心市街地活性化への寄与、さらにはこのグランドデザインの適合性についても丁寧にご説明をして
参りたいというふうに考えております。特にこのグランドデザインとの適合については、鹿児島市としては単なる年20試合サッカーをやるだけの場所ではなくて、日頃からにぎわいを作ることのできる多機能複合型のスタジアムを目指しておりますので、そういったこれまでの、まあ、例えば鴨池を含めたこれまでの従来型のスタジアムとの違いについてもしっかりとご説明をしてまいりたいというふうに考えております。まあ、今後市長、鹿児島市のとしてですね、主張すべきことを主張していってほしいというふうに委員長もおっしゃっていて、まあ、そういったことをですね、今後主張されていくということだと思うんですが、なかなか検討委員会という場というのはですね、メンバーによってもですね、議論の流れ大きく変わってくるところもあると思うんですが、まあ、市長として、まあ、今後そういった主張が、まあ、十分に伝わっていく、まあ、自信があるのか、それともやっぱりこの、まあ、検討委員会でもっとこういう議論をしてほしいとか、何かそういった思いってありますでしょうか。まあ、我々としてはこのスタジアム、そして多機能複合型の新しいスタジアムの姿が鹿児島市、そして本国エリアの今後のまちづくりの核になるということを丁寧にご説明してまいりたいと思いますし、またこれはこの経済波及効果などにつきましても、そしてシビックプライドの情勢につきましても、鹿児島市内だけではなくて県内全域にもこういった効果がある、こういったところを丁寧に示してまいりたいというふうに考えております。またこの検討委員会に期待することは、何といっても本港区エリア全体のまちづくりを、まあ、ゾーニング、そしてそれを満たす機能はどういう施設であり、そして誰が手掛けていくのか、こういったところをこの本港区エリアのまちづくりが今後しっかりと進んでいくための土台となる議論を期待をしたいというふうに考えております。ありがとうございます。各社お願いします。南日本新聞浦牛原です。スタジアムについてですけども、先日の検討委員会では、もう商工会議所の方が、反対を表明したというふうに受け取っているんですけども、具体的に商工会議所とどのように向き合っていこうと考えていらっしゃいますか。まあ、今後商工会議所さんの方でもその構想といいますか、絵を示されるということでありますけれども、まあ、この商工会議所さん、当然経済団体でありますので、中心市街地をはじめとした経済効果ということを重視していただける団体だろうというふうに思っております。その中で鹿児島市としても、この町中のスタジアム構想がスタートしたその大前提は、中心市街地の活性化、そして人流、そして経済効果を作っていくということでありますので、まあ、そういった効果について丁寧に説明をしてまいりたいと思っております。いずれにしましても、この、まあ、これ県も含めて中心市街地の活性化、そして人流、そしてお金の流れを作っていくということについては、同じ方向を、まあ、この本国の街づくりについて向いているものと考えておりますので、鹿児島市としてはその共通の目標に向かって、スタジアムでこういうことを実現したいんですと、そしてこういう効果があるんですということを丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております。例えば市長の方が岩崎会頭をはじめとする幹部の方に直接説明するとか、そういった機会を設けたいというような考えはないでしょうか。まあ、これは今後の、まあ、まずはその会議所さんの方でどういう構想が示されるのかによるところなので、まあ、今後の取り組みを注視をしてまいりたいと考えております。これでは、直接、説明する場というのは考えていないと受け取っているでしょうか。まあ、現在はこの県の、検討委員会の方で、ご説明をしておりますので、まずはそちらでご説明をしていきたいというふうに考えております。わかりました。あと先月の定例会見で鴨池の外部監査について指摘が重いという発言を市長の方されたんですけども、市議会の方では、局長の方が従来通りの対応を続けるというふうに発言したんですけども、指摘が重いという発言からなぜそういうふうになったのかを説明してもらってよろしいでしょうか。はい。この外部監査についてはやはりこの経緯というのをもう一度踏まえる必要があるだろうなと思っての発言でございます。つまり、まあ、従来の慣例だから、まあ、根拠が分からずやっているというのではやはりよろしくない話でありますので、今一度、まあ、なぜ当時この覚書が結ばれているのか、そしてその前提条件というのは何であったのか、まあ、こういったところを精査をした上で、今回、議会でのお尋ねに対して答弁をさせていただいたということでございます。分かりました。あと最後にすみません、ちょっと話は違うんですけども、市長会の会長の方が任期が切れますけども、
従来の指定席だった鹿児島市長としてどのような考えがあるか教えてもらってよろしいでしょうか。はい、私も市長就任後2年余りを経過いたしまして、任期も後半に入ったところでございます。その中でまた私も県の市長会でもさまざまな活動をしてまいりましたけれども、やはりこの県との市長として鹿児島市のみならず鹿児島県全体の発展をリードしていきたい、まあ、そういった思いで、この市長会に臨みたいというふうに考えております。まあ、2年前はその他の市長さんから60番首長、市民の首長職に専念してほしいという声もありまして、私としましても、まあ、コロナ禍でもありますから、まずはこの新たな市政運営を軌道に乗せることを最優先に取り組んでまいりましたけれども、まあ、この就任後2年を経過しまして、やはりまあこの県との首長としての責任、そしてやはり鹿児島市が県全体の発展をリードしていかなければならない、そういった職責に鑑みたときに、やはり私としてもこの県の市長会に対して新たな立場で臨みたいというふうに決意をしているところでございます。まあ会長のまあ意欲があると受け取って。はい、そうです。わかりました、ありがとうございます。読売新聞の藤本です。スタジアム関連で、1点お伺いなんですけれども、先ほど、県の検討会の方で最後委員長の方から今後の宿題として中心市街地への寄与と説明してほしいというお話もありましたけれども、先ほど市長の方からも丁寧に説明していくという言葉がありましたが、現状、私どもを持っている資料として中間報告というものがありますけれども、今後そのどういった資料をもとにどのような説明をしていくかという部分を教えていただけますでしょうか。はい、まず資料としましてはやはり数字的なものになってくるかと思います。人流がどういうふうに生じて、そしてどれぐらいの、額の、人数、そして額の経済効果が出てくるのか、こういったところをお示ししていただきたいと思っております。そして加えて重要なことが、これはその資料として載ってくるかどうかは別として、実際でやはり体感ですね、特に中心市街地側の方々、事業者の方々がこのスポーツによる人流、そして経済効果をやはり体感できるということも重要であろうというふうに考えております。具体的には、今バスケのシーズンやってます。そして今後来年になればまたサッカーのシーズンがやってまいりますけれども、そういった時にこの観戦に来た方がどういう人の流れ、そして消費行動を起こしているのか、こういったところもできれば見える化をしていきたいなというふうに思っているところです。もちろん街中にスタジアムが実施した場合と、現在の鴨池では当然人の流れも異なるわけでありますが、それでも部分的にこういった効果があるということも体感していただけるところがあるのではないかと思っておりますので、そういった取り組みも、できればなと、これは資料に出るかどうかの別の話、体感の話でありますけれども思っているところです。またやはり加えて重要なのは、今申し上げました通り、鹿児島市としては中心市街地の活性化を一つ掲げて街中でのスタジアム検討を従前より行ってきているわけでありますけれども、当然でありますけれども、市民の方はもとより中心市街地の方々に歓迎される施設になければならないというふうに思っております。そういったところの中心市街地の方々から見て、このスタジアム構想がどうなのか、こういったところは今後重要なポイントとして、立地を考える上でも見ていきたいなというふうに考えております。最終報告が1月末にまとまる予定だと思うんですが、次の検討委員会の時期にもよりますけれども、現状 その中間報告に出ている数字、経済効果等すでに明記ありましたけれども、何かそれ以上、より詳細なものを県の検討会の方でご説明されるというふうなイメージになるんでしょうか。この今お出しているのは中間取りまとめでありまして、今後最終的な報告を出すことになるわけでありますけど、そこでは例えば警戒の影響、そして財源のお話、そういったところが載ってくる、そしてまた今お出している数字の精査もさらに行った形でお出しすることになるだろうというふうに思っているところです。ありがとうございます。すいません、今の補足なんですけども、その消費行動とかの見えるか、バスケ、サッカーで具体的にどのようなイメージをすればいいのか。これはもう体感の、やはり
数字と体感2つ必要だというふうに思っているんですね、まあ、数字は大前提として、まあ具体的にはやはりこの例えばバスケでいうブースター、サッカーでいうサポーターの方々が、まあ、どのように街に繰り出して消費行動を行っていくのか、まあ、こういったところを、まあ、ぜひ、まあ、体感できるような、動きを、まあ、これは呼びかけていくことになるとは思いますけれども、お願いをしたいなと思っています。でいずれにしても先ほど少しお答えしましたけれども、鹿児島市としては中心市街地の活性化をめがけて街中のスタジアムの検討に取り組んできたわけでありますが、一方でやはりこれはもう当然の話ではあるんですけれども、当の中心市街地の方々にとって歓迎すべき施設であるということが、まあ、立地も含めて大事でありますので、まあ、そういった、まあ、雰囲気といいますか、まあ、中心市街地の方々がスタジアムをどう捉えているのか、まあ、こういったところも含めて検討していきたいなというふうに考えております。中心市街地の、まあ、いろいろ営んでいる方を例えば鴨池の試合会場に、呼んで、あの店とか並んでるあそこを見てもらうとか、そういったイメージですか？そういったのとは逆でですね、むしろその中心市街地どう繰り出すかというところの体感だというふうに思っています。体感がちょっとイメージが弱ということは、来場者に街に繰り出してくれというふうな呼びかけをする、まあ、そういまあ呼びかけとどういう形なのか分かりませんけど、やはり見える化ですので、例えばまあそれこそユニフォーム着て出てくれたとか、まあ、そういった話になってくるだろうなと思いますね。それを市としてそのまあ会場で呼びかけたりすることがあるということですか？まあ、市として呼びかけると言いますか、まあ、私が挨拶とかで呼びかけることになるんだろうなというふうに思います。わかりました。すみません、共同通信の戸口と申します。一部報道出てました。9月にあの市内の認可保育園で、あの女性保育士の方が2歳の男の子を倉庫に閉じ込めたという案件があったということが明らかになりましたが、あの市は11月にあの立ち入り検査をすでに行っているということなんですけれども、まずその件に関して市長の、まあ、受け止めと、今後こう指導とか処分とかの発表はどのようになる予定なのかというのを分かる範囲で お聞かせください。まず全国的にこの不適切保育が問題となっておりますけれども、やはり実際に保育を受けている子どもたちに適切な保育環境を提供していくためには、やはり保育士の方々の働きやすい環境づくりというのが非常に重要であるというふうに考えております。その点におきまして、待機児童解消に向けた取り組みも合わせて保育士の方々が働きやすい環境づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。その上で今回の事案への対応でありますが、法令ガイドラインにのっとって立ち入り検査等を行っておりまして、まあ、今後その法令やガイドラインに沿った形での、まあ、公表の有無になってこようかと思います。詳細につきましては担当課の方から現状について説明してください。担当課来てますか？あのただいま市長の方からもありましたように、11月初旬にあの立ち入り調査を行いまして、今あの調査内容を精査中でございます。あの今後の不適切保育と認められた場合には文書による指導を行い、あの施設の方に改善報告書の提出を求めるなど、再発防止に向けてあの指導をしていくということになります。わかりました。すみません、ちょっと細かいんですが、追加で、あの他の保育園でも同様なことが行われているとか、そういった報告とか何か調査内容が出てたりはするんでしょうか？この点についても詳細ですので、担当からお願いします。あの実際に報道を聞いているということがありますが、あのお電話等でですね、あの実際にこういう事案がありますということで あの情報提供や相談というのは、あの、まあ今回に限ってということではないんですけども、通電あのいただいているところでございます。わかりました。ありがとうございます。はい、他にございませんでしょうか？それでは広報課長にお返しします。はい、ありがとうございます。では市長から、はい、本年最後ということで、改めまして市政記者の皆様方には今年も大変お世話になりました。いよいよ来年は
鹿児島国体鹿児島大会が開催されます。50年前の太陽国体は町の活性化にも大きく貢献したと聞いております。今回の国体大会においても選手や市民の皆さんの熱い思いから生み出される熱量を本市のさらなる飛躍へとつなげていきたいと考えております。ぜひ来たるべき年が皆様にとってもより良い年となりますこと、そして来年も引き続き各面からのご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ、年末にあたっての挨拶といたします。本年も1年大変お世話になりました。ありがとうございます。では以上で市長の定例記者会見終了とさせていただきます。ありがとうございました。